おはようございます。2012年11月1日木曜日、6時5分が7分になっちゃいました。おはようございます。11月1日です。いよいよ、今年も残すところあと2ヶ月というようなことになって、早いっすね。もうでまただんだんこう日に日に寒くなり、でまたですね、朝もあれだけ明るかったのがもうだんだん暗くなって、日が上がってくるのが少しずつ遅くなってきてる、そんな、昨今ですが、いかがお過ごしでしょうかって、なんか深夜ラジオみたいになってますけども、ですね、今日は、また IT メディアニュースから、ピックアップしていきたいと思います。今日ピックアップするのはこちら。もうニュースでもですね、話題になっているので、もうご存知のことだと思うんですが、スマホアプリで個人情報1000万件収集、ピオモリザムービー配信の男女5人を逮捕ということで、これはですね、いやらしいのは、その人気のあるアプリに似たような名前をつけてですね、でもってそれをインストールしたところから個人情報を抜き出して、いたということで、で1000万件個人情報を収集してたというようなことで、その会社のですね、関係者を逮捕したと、元会長とかですね、そこら辺も全部逮捕したということなんですけども、で、これ、最初、勝手にこう配布してたアプリかなんかかなとか思ってたんですけども、この記事によるとですね、ちょっと、嫌だなと思ったのがここですね。やっぱり Google の公式アプリ配信サイトに登録して、でもってそこから流出したというふうにこう書かれてるんですね。でだからその公式サイトにあるからといって、今までね、その怪しげな、そのなんかわけのわからんサイトからアプリとかダウンロードしちゃダメよとか言ってたんですけど、今回のはこの公式アプリ配信サイトだから、まあ Google Play だと思うんですけども、そっからダウンロードしたもので起きてるというところがですね、非常にこのいやらしいなという感じですね。で今回のものは結局そのですね、連絡先データの読み取りっていうふうに、要はそれを読み取りますよとは表示してるんですけども、これが結果的に電話帳のデータ全体を読み取るということになっていたと、そういうアプリになっていたということなんですね。で、その1000万件も情報収集、個人情報収集したというのは、ダウンロードした人の中にある電話帳を抜き取るので、一人がダウンロードして使うとですね、そうすると、そこに入っている電話帳に入っている100件だか200件だか、まあ、ね、多い人だとね5、600件入ってたりすると思うんですけども、そういうものを全部こう収集していくということなんですね。だからあっという間に1000万件ぐらい溜まると。で少なくともどうもこの9万件ぐらい、こういうダウンロード違法の、ここが作った怪しげなアプリをですね、ダウンロードして使ってるんじゃないかということで、いやなんかこういうのが出てくるとですね、本当にその公式アプリというか、そういう Google Play だとか、あるいは iTunes だとか、ああいうところのそのれっきとしたサイトであっても、その信用に足るアプリではない可能性があるとなるとですね、一般の人からしたら一体どっからアプリを使えばいいのっていう話になるので、非常にこれはちょっと嫌な事件ですよね。でその分かってる人はその
なんていうのかな、なぜこのアプリでこんな連絡先がいるのかっていうふうにこう気にするわけなんですけども、まあ Facebook なんかでもそうなんですけども、Facebook のそのアプリなんかでも、その最初にこういう情報にアクセスしますけど OK ですかみたいなのが出てきますよね。で、そういうものも、やっぱ分かってる人はこうしっかり読むんですけども、分からない人は何も考えずにピョコピョコというか、クリックして、で、インストールしてしまうわけですよね。で、逆にそこで、承認しなければ使えないんだから、結局、ある意味選択肢ってあんまりないわけですよ。もう使いたければ。で、それでもうあまり読みもせずにやってしまうわけですね。だけど、それ、非常にだからこのあたりが難しいなという気がしますよね。どういうふうにこれをプロテクションかけていくのか。で、逆に、じゃあ、スマホとかの方で、データをもう完全に読めないようにしてしまえばいいんじゃないかという話もあるんですけども、そうしちゃうとですね、今度、いろいろな利便性のあるそのスケジューラーのアプリだとかですね、そのデータ共有するようなアプリとかですね、そういったものが使えなくなるということもあって、ここは本当にそのどういうふうに使っていけばいいのかっていうのが非常に難しいところにいきなり入ってきたなという気がしますね。で、このパソコンのインストールするっていうのと違って、アプリの場合はそのインストールしてる感があんまりないんですね。してる感っていうのも変ですけども、スマホの場合はこうタッチするだけで、まあタブレットもそうですけども、タッチするだけでインストールしてしまって、そのなんかいちいちダウンロードして回答して、なんかインストールみたいな、そういうものと全然こう違って、あまりにもお手軽すぎるところもあって、データが持ってかれるよっていうようなところの意識とか、あんまりそういう記憶に残らない、で、どんなアプリを入れてるかっていうの もう気がつかなくなってしまったりとかするというのが、やっぱりこのあたりが非常に怖いなという感じはします。まあ、今後これは本当その大きな課題になってくるでしょうね。どうやって各社これをプロテクションかけていくのか、各社というか、誰がこういうものを責任を持ってこう排除するというか、こう制限かけるかっていうのは、なかなか厄介な問題になってきたなという気がします。ひょっとしたらこういうところから、普及がちょっとね、歯止めがかかってくるかもしれません。さて、そんなところで、6時15分になりました。ちょっとね、これ嫌なニュースなんですけど、なんかね、知恵を絞って対策を考えていかなきゃというようなことを思っています。そんなこんなで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。